陽明文庫本源寺物語は、五石家の一つこの絵画のコレクションである、陽明文庫の中に含まれる、源氏物語の写本である。陽明文庫にはいくつかの源氏物語の写本が含まれているが、通常、陽明文庫本源寺物語という時には、鎌倉時代に書写された34条を含む54条のソロイ本を言う。この写本は、 鎌倉時代中期の書写と見られる34条に、始まり、江戸時代の書写と見られる初音、藤馬鎌、二大宮の3条まで各条ごとに書写者をことにしており、本文の系統も巻によって、青表紙本、別本など様々である。冷静盛綱を鑑定者とする、筆者目録が付されており、切立つは五不覚サイン、うつせみは五とば印等となっている。その他に、 筆者の名前として、後京極義経、二条た家、二条た氏、阿仏に、霊勢た助、二条ため世、自鎮、二条た明、二条た定さまらか挙げられており、中には、夢浮橋のように、筆者淵とされているものもある。陽明文庫の中に含まれる、源氏物語の写本の中で最も重要なものとして、陽明文庫本の名で呼ばれている。 池田機関によって、高位源氏物語及び源氏物語体制において、写本記号、用として採用されて、以来、代表的な別本の本文を持った写本とされ、源氏物語別本修正の定本にも採用されている。重要文化財に指定されている。なお、本写本は、この絵家に著者されてから、あるいはそれに近い時期からずっと、 この焼けに伝来してきたのではなく、比較的、新しい時期、おそらく、江戸時代中期以降になって、この焼けに入ったと考えられている。この陽明文庫本の本文は、青表紙本や河地本の本文とかなり異なるものを含んでおり、また、平安時代の本文資料である、源氏物語絵巻の絵言葉や源氏尺の、 引用本文に近い本文を含んでおり、青表紙本や革地本が成立する以前の本文の状況を推測する重要な資料であると考えられている。この本文について、伊藤なりは本社本の本文と青表紙本や革地本の本文との違いは、金遣いの違いなどにとどまらないもので、単なる誤射では起こり得ない種類のものである。その違いは意味、表現、 解釈の異なりにつながるもので、青表紙本や河地本の本文をどのように操作しても出てこないような独自の異文を含んでいる、としている。このような本文の異なりについては、もともとの文章に飽き足りないものの補定と見るべきで、あろうとの見方もある。行位源氏物語及び源氏物語大制行為編には、別本の本文を持つ巻として切り壺、母木々、 うつせみ、ゆうがお、すえつむばな、あおい、さかき、はなちるさと、すま、よもぎう、せきや、うすぐも、あさがお、しょうじょ、たまかずら、こちょう、ほたる、とこなつ、かがりび、のわけ、ぎょうこう、まきはしら、ばいし、ふじうらば、すずむし、ゆうぎり、ごほう、まぼろし、はしひめ、しいのもと、あげまき、さわらび、やどりに、あずまや、うきふね、かげろう、てならいの、 三3 7条が、競合本文に採用されており、青拍子本系統の本文を持つ巻として、紅葉が、花園、赤子、絵合わせ、小風、若名城、若名下、柏木、横笛、勾配、竹川、夢浮橋の、計1 6条が、競合本文に採用されている。源氏物語別本修正の底本としては、 青表紙本の本文を持つと考えられた薪を除いた、桐壺、母木木、宇津瀬美、夕顔、若紫、末つむばな、青い、酒木、花散る里、妻、三し、よもぎ部、関屋、薄雲、朝顔、少女、玉かずら、古町、ホ常夏、かがり火、野わけ、行行、薪柱、梅子、藤浦場、鈴虫、夕霧、五宝、幻、幻 橋姫、シのノモト、巻ゲマキ、サワラビ、ヤドリニ、アズマヤ、ウキフ手習いが採用されており、源氏物語別本集成族では、川地本といえるもの以外をすべて別本とするという形に、方針転換が図られたために、すべての巻キが定本として採用される予定になっている。1979年から 陽明文庫に含まれる、様々な貴重書を広く紹介する、陽明文庫名義で編纂される、陽明草書企画の一環、陽明草書国書編第16週源氏物語、として、四文閣出版から、永遠、本国、解説がセットになったものが出版された。全部で16文冊からなり、各冊はそれぞれ、複製編と本国、解説編に、文冊刊行されている。 本社本以外にも、陽明文庫には、以下のようないくつかの源氏物語の社本が所蔵されている。ありがとうございます。